ラジオスイートお聞きの皆さん、こんばんは。2020年11月18日水曜日、妖怪地のスタジオからミュージックボックスをお送りしてまいります。ミュージックボックスは毎週水曜日夜7時から8時の1時間、音楽いっぱいでお送りしている番組です。そして今日第3水曜日は特に滋賀で活躍するミュージシャンにスポットを当ててお送りしています。第3水曜日のお相手は私、えっちゃんこと松崎悦子と、はい、秀蔵、吉田秀蔵でお送りします。はい、今日もスタジオはあの最新の、ね、注意を払っていただきまして、ソーシャルディスタンスというやつでお送りしてまいります。そして今日もリスクを避けるためもありまして、ゲストさんはお呼びをしておりません、はい、私と秀蔵君と、はい、そして最近あの主役の座を、ね、張ってくださってると言っても過言ではありません、天の声さんと3人でお送りしてまいります、はい。こうしてスタジオで秀蔵君と千の声さんと、まあ、リアルに実際ね、はい、お会いできてお話できるだけで私はすごく嬉しいです。ですぶりっこしておきますです。ということで万全の体制を整えてもらってはいますけれども、今日もハイテンションをちょっと抑えましておとなしめのトークでお送りしてまいります。1時間お付き合いください。秀蔵君よろしくお願いいたします。はい、それでもそんな今日もですね、メール私たちには元気なもとです。本当に嬉しい贈り物なので、メッセージはどしどし送ってきてください、番組中でも OK できます。それではあの先月から言ってるんですけど、最近お金を使わなくなって、まあもうたまってたまって使い道がなくて困っているという秀蔵君からメール番号をお知らせしてもらいます。はい、それではメール番号は99@siga.tv までお待ちしております。はい、お待ちしております。なんかメール番号を紹介する声までの余裕がね出てきてるんじゃないの、ないね、それいや、うん、そういうことはありませんね。そうですか、はい。なんか秀蔵君は実はとってもお友達も多くて楽しい幼少期も送りね、意外と普通っていうことも判明しなおかつ飲みにも出なくなったのでね、お給料まるまる溜まっていくという、もうすごいことになってるという余裕が滲んでますわよ。違いますね、もう本当に全然逆ですね。あ、そうですか。どういう意味？だからやっぱりお金欲しいし、うん、っていうことですよね。それはいくらあってもね、腐るもんではないしね、うん、やっぱ足りないですよね。足りない、足りないが、まあ、もらってない。あー、そっか、 そんなにむちゃむちゃ給料を取ってませんよってことですね。そういうことです。さあ、まあ、それはいずれも同じでございますが、すいません秀蔵君のそんなことばっかり最近ネタにしてしまいまして。そうですよ、怒ってるよねきっと。いや怒ってはないですけどすいません、はい、だって面白いんやもんはい、ということで、はい、11月でございますわよ、はい、うん、この間から言ってますけど、私にとってもう秋ではない、冬が始まってるんですけれども、うん、11月ってね12ヶ月ある中で一番影薄いと思いません？11月っていう月。あ、まあまあなんとなくね、11月ってなんか申し訳ないけど中途半端じゃない？まあその加減は好きですけどね、私は。私も別に嫌じゃないんやけど、うん、なんか11月影薄いかなってイメージがあるんですけども、うん、私としては11月はねなんか文化の日とかもあるし、はい、うん、一番ね文化的な季節やなとは思ってるんです、うんうんうん、どんなイメージですか？そうですね、こうスッと通り過ぎていくような感じで、一番寒すぎず暑すぎずみたいなところはやっぱり好きですよね。一番好きかもわかんないですよね。そうなんや、うん、確かにね、綺麗やしね、はい、紅葉も綺麗だし、うん、晴れたら本当に空は青いし、うん、今日なんか暑いぐらいでしたね。今日は暑かったですよね。いい天気だったし綺麗でしたね、は
確かにね、本当に本当やわ、久田君いいこと言うね。1年間で一番いい季節かも。そうですね、ご飯も一番おいしい季節ですか。はい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 。でもうすぐ正月来るしって、ちょっと気もいいですよね。いい気分、いい、もうちょっと頑張ったらみたいなのもあるし、ね、本当やね、うん、あ本当だわ、うん、いいと思いますよ。1、1やしね。そうですね、1いいですよね。1、1やしね、はい、そっか、11月いい月やね、うんうん、そうだと思います。じゃあ今日はの11月よいしょする話題で、はい、攻めてみましょう、はいはい、11月ありがとうです。はい、はい、じゃあ今日の1曲目なんですけれども、はい、先月ご紹介しようと思ってね、紹介できなかった曲をまずかけさせていただきたいと思います。ケール大好きなお二人、ケールさんが実際にご自分たちでケールを栽培しておられてね、でそれを、まあ、お食事料理を作ってお客様に出すと、もうなんともケールだらけの生活をしておられるんですけれども、ケールができるまでっていう DVD を作られまして、どこまでケールが好きやねんっていう話ですよね。はい、ね、その曲を今日は最初に聴いていただきたいと思います。私も初めて聴かせていただきます。きっとケールのことがすっごいわかると思うので、皆さんよくよく聴いてください。ではケールさんでケールができるまでです。育ちます、ケール、柔らかい土の中から、ケール、ふたたぴょっこぴょっこ顔出して、はじめましてケールです。ニコニコひさまこんにちは、ケール、少し葉っぱが増えてきて、ケール、緑の色が濃くなった、収穫の時期だ、ケールです。虫よけねとかぶっていても、ちょっとの隙間から、失礼しますと、ずかずか入ってくる虫、でんでん虫も遠慮はしません、パクパクむしゃむしゃ、みんなが知ってる元気になれるスーパーフード、それがケール。ありがとうございます。もうね、今日はね、さっさとひでぞんのコーナーですよ、う
ね、今日はもうずっとヒデゾーのコーナーで行こうかなっていう計画です、うん、はい、まあ、基本的にこう喋りかけられたくないんですね、ずっとあかん、もうそんなわがままは許しませんもうそろそろ独り立ちしてもらわなあかんので、私がスーッとこうね、もうフェードアウトしていくので、ヒデゾー君がなんかどうやね、20歳ぐらい若い女の子を横につけてやね、こうちょっと番組を一新していただいて、なんか 華やかな第3水曜日にしていただきたいなって思ってるんですよね、私。いや、なんやったら別のね、うん、別の第一週とかにヒデゾーの番組をしてもいいですよ、ね、いや、まあ喋られないじゃないですか。喋れるってアシスタントにめちゃくちゃよく喋る女の子をつけたらいいです。ああ、じゃあでもそれアシスタントじゃなくなりますよね。人気が出たらそうなりますね人気が出たらヒデゾー君が捨てられるわけですね。あ、そういうことですよ、ね、あ、でもちょうどいいですよね。そう、そうやって育てていけばいいんです。そう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 、それが大事です。育てていかないとね、いつまでもね、はい、うん、いや、もしそういったね、うん、アシスタントの方がいらっしゃるんであれば、それはヒデゾー君の力で探してきてくれな。いないですか、探さない。私はちょっとね全然いないな、本当に。だいぶ喋らないと無理ですよね。私だいぶ喋らないんで。いや、いいんじゃない、そのあんまり喋らないラジオ番組っていう。いや、じゃなくてヒデゾー君を喋らしてしまうようなそういう話術の、うん、ヒデゾー君意外と喋るって自信持ったらいいと思いますよ。いやいや、だいたいそのキャッチボールできないですよね。だからもう一人で喋り続けたらいいのよ。それ面白いことを考えてるからでしょ。いや、そういうことアシスタントがね、いない方が、ネタじゃないんで、ネタじゃないんで、そうでしたっけ。いない方がいいと思う、一人でやった方が。一人で黙々と喋る方がいいんじゃないですか。うん、あることない、でも続けられないですよね。いや、あることあることで、いや、悪い意味じゃなくてね、こうなんか夢物語みたいなこととか、そんなことって不思議みたいな話とかがヒデゾー君得意だし、まあでも頑張っても 2,3 分ですよね。あら、短っ3分番組とかなら、じゃあ3分喋って曲10分かけて、3分喋って曲10分かけてみたいな。ああ、まあ、まあまあ、それなら頑張れるかもわからないですけども、なかなか本当にうまいこといかないですね、喋るっていう。うん、でもパーソナリティの場合はそうですけど、 DJ は曲紹介なので、DJ をすればいいんですよ。なるほど。こうね、曲と曲の間にちょこちょこっとなんかいい話をして曲紹介につなげていく、それやったらもう 2,3 分です。それ上手そう、なんかそれいいかも。 DJ ヒデゾーあれでしょ、曲の解説というか説明もする、そんなもかっこよくしなくちゃいけないですよ、うんうん、DJ ですから。これはパーソナリティなんですよね、うん、DJ はもうあれですよ、かっこよく曲紹介ですね、うん、まあ、例えばこう次の曲は、うん、もうこんな季節にぴったりなとか、あ、そう、夏で、あ、そういう感じで、波に乗って、うんうん、そこにヒデゾーワールドを持ち込むのも面白いかもしれないです波に乗って、 DJ すればいいんや。そうや、 DJ、 あ、 DJ ヒデちゃんにしたらいいんや、うん、まあ大体何やってもダメですけどね。まあ謙虚やわ、またいいとこ出そうとしてるわ、好感度上げる、そのもうイメージ湧かないですよね、何するにしても。いや、いいわその謙虚なの。もうヒデゾー君のイメージほんまにアップしたと思いますよ、この1年で。いや、私大体 FM に出てること自体がね、多分似合ってないんですよ。どっちかというとベタベタなね、FM じゃない方で、まあ世間話をね、うだ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 言ってる、何喋ってんねんみたいなね、そういう系な雰囲気かな、パーソナリティですね。そんなね、おしゃれなことをシュッシュッというようなことではないバージョンやと思いますよ。今日はこの大根安かったみたいなね、そんなことを延々と喋ってるようなイメージかなって自分では思うんですけどね。本当はやりたいね、そんなかっこよく DJ っぽいこと。福永さんのねラジオ番組みたいな。福永さん、福永さん、徳永、違う、福永、違うな、福山、あ、福山、あ、福山さん、福山さんの
面白いしちょっとおしゃれ、うん、時々面白いことも言わはるし徳さんとねおしゃべりしてるとね出てくるのがねジェットストリームなんですよ。あかっこいいなあれも、かっこいいあれできたら最高です。かっこいい、はい、上手にはあるのよ。聞いたことないでしょジェットストリーム。多分どっかで聞いてるとは思う。すごいね低い声の方でね曲も素敵やったしインストルメンタルの曲が流れてましたね。そうやね、そうと喋らはるんですよ、うん、あとはあの、ね、世界旅行をねあの語る番組とかもありましたね。うん、こうちょうど飛行機がね離陸していくのをこう想像さすようなねアナウンスとか上手にあるのよ。今日は今からねイタリアに向かうみたいな。よっぽど知識があるかもう下調べをもうものすごく調べて台本が出来上がってるんやと思う。うん、じゃあこの後あのヒデゾークの曲をかけるじゃないですか、はい、あもうちょっと先ですけどね。その時にね、うん、それっぽくか DJ っぽく紹介してもらおうかな。それ今からちょっと考えてていやいやいや、うん、もう もっと喋らなくなります。だいぶもう喋れましたよ。いやもう1分ぐらいでいいんですよ。 かっこよく自分の曲紹介そうそうそうね、うん、まあ曲紹介の曲の内容を喋るんじゃなくてなんかこの曲に情景に合ったようなことをパラパラっと喋って、うんうん、そうああいうのってでももう大体誰かが作ってるんですもん ね、まあ、ねこれを読んでくださいそう、ね、番組の作家がそれはいいっすよ ね、 そ う、 すねあのそうだあの日は雪が降っていたみたいなね君は青いマフラーをしていたみたいなあいやそういうなんではないと思う違うそれ違うな。なんかショートショートドラマみたいな、ね、それやったらね。まあ秀蔵君今日試しに一回自分の曲紹介を DJ っぽくやってみてくださいということで、うん、真剣にね、うん、やっぱ思い出したいですよね自分がどういうそうね、うん、あの時に作ったとかなんかそんな感じですか。そんでいいんじゃないかな、うんうんうん、曲を作る時のようなねなんか言葉少ない方がかっこいいと思い出して、うん、はい、うん、じゃあ皆さん笑かしなしやね皆さんそこはもう二の線でおちゃらけなしで、うん、ですよね、はい。でもしそれいい感じやったらもうその路線で来年からそうそう DJ ヒデゾーのコーナーみたいでね。ああいいですね、いいですね。それでいきましょう。それ失敗するやつですね受け狙いに走ったかねじゃあトライしてみますか。えもう行くのもうちょっと心の余裕があった方がいい。うんそう分かった。じゃあもうひとひねりしときましょう、うん、じゃあ秀蔵君が1年のうち一番大好きって思っている11月のことをもう少し喋りましょう、はい、今いいことをね思いつかせてもらった。本当に確かに11月っていい季節やね。そうです ね、うん、ねで早いですしねすぐ済みますね、うん、でもう年明ける前やからか、うん、気持ちもちょっと、ね、なんかすぐ過ぎてしまいますよね。でもあの天の声さんとかも写真撮ったりねするの撮影したりするの好きやからそういう方ってあのネタが多いですよね11月で綺麗な紅葉です ね、 ねあるから紅葉とか普段ならイベントが多いですよね。そうですね、うん、晴れる日も多いしね、うんうん、そうですね、うん、紅葉ってでも写真撮っても上手に撮れないですよね素人が撮っても全然もうあんなに綺麗やったのに見てたら写真で見たらなんやこれみたいに難しい。上手に撮るはるよみんな、うんうん、私なんか前の携帯がね写真がめっちゃダサかったんですよ。あのカメラの機能がダメダメなやつやったからカメラの機能のいいやつに変えてくださいって言って変えたんですけど全然ダメなので機能じゃなくて腕ってことはね証明されました。でも機能でプロ仕様みたいなボタンがあったりしますよね。もうねいっぱいありすぎて余計使えへんくってあなんかちょっと勝手に感知して止まったりとかするし、うん、うん、どっちにしてもうまく撮れないです、はい、ということでどう準備できた準備はもうあのもしもう1回目失敗したら今日まだ余裕があるので第2弾もご準備させていただきますのでそうです ね、 ね、はいはい、まず1回目一か八かやってみましょうよ。ヘトヘトなりますね一か八か。今でももうあれなんですけどだいぶだんだんあの気持ちよくなってくると思いますよ。
ちょっとリバーブ入れて後ろの音楽消しましょうか。いいですね、いいですね。あそうですね、一度、はい、それでは紹介も二の線でいきますわ、はい、それでは今日のヒデゾーの一曲をご紹介いただきましょう。はい、それでは、この胸の色の話をします。心臓の、動く回数なんですけども、私一つ鳴ると60秒動かないんですよ。それはあのお医者さんでちょっとびっくりされまして、でまあ病気ではないとは言われたんですけども、その心臓の止まってる間にできた曲なんですね。だから一つドンとなると、まあ言ったら生きるか死ぬかをやっぱり戦ってるっていう、この曲はラブソングになります。聴いてください。無題。
スポンサーからのお知らせです。小林寿美記株式会社、大正13年に小林紙店として創業。戦後事務用品等の販売を経て、オフィス印刷機リソグラフをはじめ、リコピーから事務機器、パソコンなど OA 機器に至るまで情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長。現在は理想カラープリンターオルフィスの滋賀県代理店となる。いち早く環境対応商品を取り揃えるなど、環境活動を経て ISO 14001 認証を取得。合わせてありがとうと三方よし経営を実践。昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞。お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した経営活動を展開。東近江を本社とし、草津営業所、彦根営業所を開設。滋賀県全域に販売網を広げています。本社は東近江市幸町2番28号妖怪地南高校前にあります。電話番号は0748232233です。以上、スポンサーからのお知らせでした。はい、それでは後半お付き合いよろしくお願いします。します。どうでした、ひぞどくん、かっこよく DJ。 難しいですか？ま、かなりかなり難しかった。難しいですよね、やはり。受け狙いしませんでした？いや、真剣でした。これはやっぱ難しいですよね。そんなかっこよくいきなり喋れって言われてもね。そうですよね。それはすいませんでした。無茶ぶりしました。でも、まあ、本当にその、まあね、今回自分の曲でしたんで、やはりその時の、やっぱり、ね、どういう気持ちで作ったっていうことをね、やっぱりこれで伝わったかなっていう部分ではすっきりしてますね。そうですね、はい、なんかこうちゃらけて喋るんじゃなくて、こう、そうですね、僕とつとこうトントンと喋る方がね、はい、で、そうくんとしては気持ちが伝えやすそうやし、そうですね、リズムとしては良かったですよね。そうですね、じゃあ今度からね、DJ ひでぞうのコーナーに名前を変えましょう。はい、そうですね、ということで出だしはかっこよく、はい、スマートに紹介してもらって曲に入るという流れにしましょう、はいね、はい、じゃあ秋の話もしたいんですけれども、はい、ちょっと今日は先にね、はい、いつも最後ギリギリにメールを読ませていただいてまして、はい、申し訳ない状況になっているので、今日先に読ませていただきましょうかね、はい、と思ってます。こんな大変な時にね、忘れずね、ちゃんとメールをしてきてくださる、本当にありがとうございます。ありがとうございます。もう DJ っぽくお礼言って。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ今日はダックスビルさんから読ませていただきますよ、はいはい、いつも楽しく聞かさせていただいています。ところでアメリカ合衆国大統領がバイデン氏に決まりましたが、滋賀県を激変してくれそうな人物は次のうち誰でしょうか。お答えください。1人目、宮根誠司、2人目、橋本徹、3人目ソン・ドンヨル、4人目猛烈自転車爆走男杉江正直です。以上です、よろしくお願いしますということです。どうですかね。なんかアメリカどうなってんのね。大統領選挙って学級委員選挙ちゃうねんからさ、なんか負け宣言せえへんとかさ、なんか訴えるとか何言ってんのね。ややこしいこと言ってるよね。意味わからんわ。なんであんなことになったんですかね、アメリカ合衆国。ね、DJ らしくちょっと解説していただいたらどうですか、あれ。ちょっと男らしくないというか、ね、やっぱりね、もうちょっとサバサバしててもいいんじゃないかなと。なんか紳士的でもないし、理知的でもない対応ですよね。あれがね、世界をリードする国のリーダーかと思った。
ちょっとねみっともないですよ ね、 そうですね。どうしようめっちゃもう棒は怒られるかもしれんけどということで、うん、どうですかこのように。そうですね、滋賀県ですからね、うん、うーん、まああのまあ宮根さんもいいかもわからんかなとは思ったんですけども、はい、やはりこの滋賀と言いますと、滋賀と言いますと琵琶湖ですよね、はい、でその自転車に乗ってなるほどこう走ってる姿琵琶市ですねを想像するとやはりその爆裂にっていう杉江さん、杉江さん想像するとやっぱ滋賀県を何とかしてくれそうな、なるほど、興味深いな、しますよね。なるほどね、なるほど。じゃあ今日は先に私が言うのね申し訳ないから、はい、天の声さん2番目に聞きましょうかね、はい、これ先人というかすごいですね、宮根さんに橋本さんですよ。はいはい、あれ入ってる、ソン・ドンヨルさん、私ちょっと分かんないですね。どうですか、はいはい、滋賀県を激変してくれる人、これね難しいですよね。難しいです、うん、多分宮根さんも橋本さんもあんまり滋賀県には興味がないような気がするんですそうですよね確かに、うん、ね、孫さんはどうですか、孫さん孫さんね調べたら中日ドラゴンズ関係の人なんですよね。あ、そうなんですか、うん、韓国の方で中日でプレーしていた方みたいですね。へ、滋賀県に関係あるのかなすごいですね、うん、この選びが。そうなんですよ、うん、もう この選び方ってもう杉江さんを選んでくれっていうようなそうですよね、こうなんかどういうの、そういうのこう消去法、うん、消去法って感じですよね、うん、でも案外すごいなんか裏に隠されたい絶対ね、僕にはちょっとそれが見抜けなかったんですけど、いや杉江さん多分ねなんかあるんです、よっぽどなんかあると思いますよ。僕今回見抜く行動ができませんでした、私が修行が足りません。なんでここで爆裂自転車爆走が出てきたんかなっていろいろ考えたんですけど、はいはいはい、あのバイデン氏に決まったわけでしょ、うん、それになんか関わってなあかんと思うんですよ。なるほど、でバイデンバイデンバイデンバイスコーってなって自転車になってる。なるほど、なおかつバイデンバイデンバイスコー爆裂爆走みたいな猛烈はどこ行ったんですか。猛烈はちょっと勘にしてください猛烈はちょっと勘にしてください。もうバイスコー爆走みたいな、うん、で言うのでバイデンさんにかけて杉江さんは自転車を爆走させたんじゃないかなって思うんですよね。なるほど、うん、うん、だからやっぱり爆走男かな。なるほど、今日は満場一致で杉江正直さんでよろしいですか。でも違ってたらダックスビルさん次突っ込んでくださいね。ほんまや、ぜひ突っ込んでくださいね、うん、あの質問しときますなんでこの宮根さん橋本さんとかが今日は選ばれてるのかね。いや、うん、そこじゃないです、バイデンが合ってるかどうか。あ、バイスクーバイスクーバイソー爆走ってね、あの来月ぜひ回答お願いしますということで今日は杉江正直さん3人入りました、ありがとうございます、優勝です。はい、消去法など失礼なことを申しまして本当にすみませんでした、あの宮根さん橋本さん何も悪気はございません、申し訳ございません、はい、よかったらゲストに来てください、はい、お待ちしております、ギャラは出ませんけど来てくださいということで、はい、はい、リアライズさん本当にありがとうございます、最初からずっと送ってくださってるんですよね。皆さんこんばんは、私の職場では今年の忘年会はコロナ対策のためリモートですることになりました、ありありなのでみんなあまり乗り気じゃなく私も正直楽しそうなイメージがないのですが、皆さんはリモート飲み会ってされたことはありますかっていうことです。されたことありますか。私はないですね、周りの友達なんかはやってたりするんですけども、うん、それまあ聞いてるとおもろいらしいんですけど、ああそうなんですね、ただまあやったこともないし、まあ、おもろそうにも思えないんで、そうですね、なかなか確かに私の周りでもねすごい好きで、うん、面白いと言って
定期的にやってるメンバーさんもいるんですよ。私はどうかなって、実は1回だけある会議みたいなのがあってね、そのまま飲み会をしますから皆さん飲み物を持ち寄ってくださいみたいなことあったんですよ、ズーム会議の後でね。こそっと抜けましたねこそっと抜けましたね。もうそうなんや、何にも面白なかったです。私は本当にごめんなさい。どうですか、天の声さんはされたことありますか？ないです、ないです。だいたいズームを持ってないです。あ、そうなんですね。はい、なんかね、自分のね、なんか見にくい顔が映っているの嫌ですしょ。あ、全員の顔が映るんですか？うん、あ、そうなんですか。そうなんですよね。ただまあ映るの拒否できますので、声だけにすることも可能です。あ、前になんか立てときゃいいんですね。あ、映りたくなかった、自分がマシに映ってる写真とか。あ、そうです、そうです、それもありやし自分で好きな画像に変えておいたりもできるので、それやったら一遍やってみてもいいかもしれない、はい、ただ会議は、実際の会議より私はズーム会議の方がずっといいですね。会議はいいかもしれませんね。むちゃむちゃいいですね、はいはい、いかんでいいし、うん、なんか余計なことをうだうだ言う人もいないし、うん、出会ったら全然関係ないことでしばらくね、うん、雑談ぐちゃぐちゃになるじゃないですか。それもないし、終わったら、はい、退出やし私は冷たい、ほらね、皆さんご存知だと思いますが寂しい冷たい人間なので、はい、もう自分で言っておきますけどね、もう本当にもう血も涙もない冷たい人間なので、ズーム会議ぴったりでございます、はい、ちょっとした愛想をねしたくもないし、はい、終わってからね、あ、子供さん大きなられましたが、もうそんなんしたくもないしはい、終わり、退出、ブシッって、はい、めっちゃ好きですけど、飲み会は苦手ですね。リアダイスさんのおっしゃる通りでございます、はい、ここ3人とも苦手組でした、うん、はい、絶対一緒に飲みたいですよね。そうですね、本当にありがとうございます。お二人だけあればこそメールが続いてるので見捨てないでずっと送ってきてください。ありがとうございます。なんと今日はもう一つ来てますよ。え、今送りました。あ、マジですか？はい、来たんですか？メール来ました。おいおいおい、ほんまですかいな、はい、楽しい、誰やろ、ワク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 はい、読みます。えっちゃん様、キレゾー様、天の声様、お久しぶりです。これでメッセージ届くのでしょうか。変わらずお元気そうで二人の声に癒されております。これからも楽しみにしています。誰やろ、上に乗ってますよ。ああ、あやちゃんあやちゃんでした。ジャスミンのあやちゃんでした。あ、聞いてるのかな、手振ってあげてください。イエーイ、わー、嬉しいな。ジャスミンさん、ぜひまた来てください。ぜひよかったらね、もう来年からもう世間からお忍び刺されてもゲストさん呼ぼうかなと思ってるので、正月にぜひ、どうですか、正月、正月番組1月にご出演もう第3波の真っ只中かもしれないですよいやもうそれでもやっちゃいますよ、もうやってられませんよ、もうあの笑顔、あの声でね、吹っ飛ばしましょう。あか、思い出した、はい、もうあの笑い声で、僕ここで腹抱えて笑ってて、あの笑い声でね、もう吹っ飛びますよ、コロナさんも、はい、ぜひお待ちしてます。決定です、イエーイ、1月のゲスト決定、イエーイということで、あやさんよろしくお願いします、はい、ありがとうございます。嬉しいじゃないですか、はい、こんなに喋ってもまだこの時間ってめっちゃ嬉しいですね、うん、じゃあ先にちょっとライブのお知らせとか、そろそろ始まってるんですよね、ちっちゃいライブとかは。私も実は先々週の土曜日、勝手にジャズライブやっちゃいました、野外で、はい、すごい楽しかったです。で、次の21日連休の初日ですね、はい、の豊里の法栄の里で、越中愛さん、ご存知ですかね、知ってるよね、まあ特にこの妖怪人の方とかの前原の方の方、よくご存知だと思うんですけど、まあ歌を上手なの、ちょっと歌うまいと思いますね、私。その越中愛さんが、ピアノの方とサックスを連れてきてくださるのかな、でちょっとジャズっぽくいろんなジャンルの歌を歌ってくださるという趣向です。ちょっと早めのクリスマスコンサートというノリです。2時半からです。ぜひ来てください。お待ちしています。なんかないですか？
どっかでライブ、天の声さんどっかでやられてないんですか？いや、ない、シークレットライブしかないですね。シークレットライブ、うん、シークレットです。シークレットなんですね、はい、シークレットです。興味のある方直接連絡ください。確かにねこの間その草津の河川敷でジャズをやったんですけどね、あの草津市の土地だったので、あの貸してもらわないとダメでしょ。でそれを許可を取っていただいたら、前もって客をリストアップしないとダメって言われたんですよ。それ無理ですよね、通りがかりの人がねご覧になる野外ですからね、ということはできないってことです、うん、ですね、だから仕方なく、まあ、好きなもんが勝手に路上でやってるよと、うん、っていう手やったら使ってくれていいっていうことだったので、うん、まあ、勝手にやらせていただきました。でもめっちゃ大々的にステージ作ってめっちゃ大々的に PA して赤い毛線引いてもうめっちゃステージしてなのちゃんとやらせていただきまして本当に良かったです。でミュージシャンの人たちもあの全然ライブがなかったので、あの生で集まれてね、よかったって喜んでくださってました。だからチラシも負けない、告知もできない、 Facebook でも告知もできない、うん、ちょっと辛いですね、やっぱり告知できないライブね、うん、来年はきっとねできるように、なんとか早くワクチンが届くか、うん、そうか、みんなチェックするかね、うん、毎日1週間に1回ぐらい、ね、唾液送ったらあの送ってきますのでね、お金高つきますよ。そうなんですよね、1万円ちょっとするんですよね、うん、でもそれで分かった方が楽って思う時もありますね。うーん、でもなんかもっと安くなるみたいですよ、その検査自体は。あ、はい、一般企業が次々参入の手を挙げてるみたいですけど、うん、なかなかそれが許可されないからこんなことになってるだけで、うん、大学の先生方も僕らに言ってくれたら1日でできるのにって言ってる先生もいましたよ、うん、はい、期待しておきましょう、はいね、はい、ありがとうございます。メール送ってきてください、はい、じゃあ次の曲をかけたいと思います、はい、来月はなんともうクリスマスですよ、はい、もう世の中その辺もクリスマスっぽくそろそろなってきたけど、毎年のことを思うとちょっと抑え気味かもしれないんですけどね、やっぱり気分的にはね、もうあのクリスマスの雰囲気を出したいので毎年毎年かけさせていただいているデジタルギャンズが歌っているあクリスマスソングを今日はもう1ヶ月早めにちょっとだけかけさせていただきたいと思います。ちょっとクリスマスのムードをね盛り上げて、で来月に突入したいと思うのでちょっとかけていいですかね、はい、あの触りだけかけさせていただいて、またあのヒデゾー君の DJ に戻りたいと思いますので少し聞いてみてください、はい、デジタルギャンズであクリスマスソング、してきたでしょ、はい、いいですね。ちょっとこれレゲエバージョンになってるんですけどね、これはこれでいいと思います。クリスマス、あ、また
私は寂しい嫌な人間っていうの暴露するけど、クリスマスって楽しかった？子供の時なんかやってました？いや、クリスマス好き嫌いで言うとあまり好き。あ、そうだったんですね。あんまり何も家でも友達ともしてなかった？そうですね、彼女ともデートもしなかった？まあ、逆にしないですね。あ、そうなんですね、はい、よかった。私も全然縁がない人生を送ってきたので、あんまりね興味もなかったし、何よぐらいに思ってたんですけど、なんかねだんだん年取ると、うん、それはそれでいいかなって季節も感じるし、なんかキラキラしてるのも綺麗でいいなって思うようになってきて、あの寒い時にキラキラってしてて楽しそう、あ、いいなって最近思ってきたんですよ。年取ってからクリスマス好きになってきましたよ宣言です。はい、なんかいいな、今年も一人でクリスマスを楽しもうかなと思うんですよ。あの普通の人になってきたわけですか？そうですね、ちょっとずつ丸くなってきたというか焼酎も飲めるようになりましたしね、うん、はい。でも一人は一人かそこやな。料理はどうするんですか？その作りますよ。やっぱり去年もクリスマスの日にアップしときましたけど、なんかね鳥の手羽先の煮付けと全然クリスマスやけど鳥を使わなあかんと思ってさ、うん、でも焼いたん食べれへんから手羽先炊いたら美味しいんちゃうかなみたいな、手羽先の煮込みとなんかサラダと、うん、で和菓子みたいなやつと和菓子にろうそくは立てませんでしたけどね、クリスマスっぽくはしましたよ、テーブルセッティングは。はい、今年もやります。送るわ写真。ああどうしてはるんですか天の声さん、クリスマスは。いや僕は特に何もしないですね。クリスマスも日本酒ですか？ああ、それは当然そうです。当然って言われた。それはもう当然日本酒ですね。なるほど。もうクリスマスね、彼女と一緒に出かけた記憶もないし、あらら、わざわざケーキを買った記憶もないし、あらら。でも子どもの頃は、うん、あのなんか無理やりプレゼントを要求してましたしね。あ、うん、だからあの靴下でしたっけ、靴下の中に入ってあるんですよね起きたらね。そう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 、うん、あの寝る時にね、うん、こんな紙にね、あのサンタさんこれこれくださいって枕元に置いて寝るんですよね。それ、まあ、はっきり言ってね、これを買っとけよ親父っていうことですよね。おあ、そうしたらクリス、あのサンタさん来てくれたんですか？うん、まあ親父がくれましたけどね。うわ、まあまあそういういいお家、このいやいいお家やんな。そんなんなかった。普通でしょ。めっちゃ普通普通や。そんなん全然なかった。私子供の時も多分クリスマス一人で過ごしてたような気がする悲しい、かわいそうやろここ何ヶ月間でもうヒデゾー君の好感度がボーグン上がって、私のエッチャの好感度がガーン下がってっていうか、なんかちょっとかわいそうな人って思われたよねきっとね、うん、なんか手差し伸べてくれる人とか出るかもしれん、うん、強く一人でバキ生きてるっていうイメージが、ね、あったみたいですけど、違いますよ違いますよでもそのキラキラもいいなと思うようになったし、うん、すごい、なんか普通の人になって、こうやって普通の人になって死んでいくんでしょうね、うん、きっとね。それが成仏するってことじゃないですか多分、うん、そんな気がします、ね、さっき11月の話してましたけど、やっぱりあの文化の日っていうのは特別なんで、自分に、私には、はい、11月3日ですね。であの普通体育の日って10月10日だったんですよ昔は。オリンピックが東京オリンピックの日だったからね。で体育の日も10月10日じゃなくなったし、成人式は1月15日やと思ってたのにそれも変わっていったし、唯一変わらないのは11月3日、文化の日は変わらなくて、だから私ね死ぬのは絶対11月3日に死のうと思ってるの命日を11月3日にしたいから、うん、いつ死にたいとか思わないですか？わけわからん、誰も覚えてくれへんような日に嫌じゃないですか？いやもう死ぬのはもうこっそりと。でもほら自分のなんかお墓に何月何日って書かはるやん、勝手に。私はいらんけど多分書かはるやんか、残った人が。そこに11月3日って書いてほしい
そうですか、うん、あれいやいやいや、でちょっとこれは願かけてるんです。死ぬなら死ぬ時は11月3日してくださいって思ってるんです、はい、僕誕生日に死にたいですね。あ、そうですか。面白くないですか。確かに死んだその生まれた日に死んだ誕生日ってやつですよね、理にかなってますよね。生まれた日に死ぬ きっかりで死ぬという。おー、55歳で死んだら55も過ぎてるわ65歳で死んだとしたらきっちり65年。誕生日に死んだらな50何歳と1日になりますよ。あ、そうですね。前の日に死な59分に死ぬんですか。そうですね、前の日の23時59分59秒あたり、それたらきっかりですね、うん、なるほど。誕生日やったら1日プラスになりますよね。うん、そんなこと全然考えてへんわ。アホなこと考えてるないう顔してるよね今ね。いやいや本当にね、秀蔵くんすごいわ。ついていくわ一緒はい、あ、じゃあ今日は秀蔵くんのもう一回 DJ 秀蔵やってもらおうと思ったのにできひんかったじゃないですか。もう一回やる。いや、もういいです。もういいですか、はい、なかなか自分の曲でないと難しいでしょ。そうですよね、うん、とりあえずそれでちょっと訓練してもらってゆくゆくは全曲やってもらうというパターンになっていって。そうですね、曲の紹介はみんな秀蔵くんが DJ っぽくやってもらうんでしょうか。そう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 、うん、分かりました、まあ、最後までたどり着きたいですね。5曲あるんでこれでいくともうこの番組全部が秀蔵のコーナーいくとなりますねでも DJ 秀蔵って語呂もいいし、うん、いいわ、なんかありですね。そうそう、来年の明るい光が見えましたね。それと、ね、20歳そこそこの可愛いアシスタントを見つけるっていう目標もできたし ね、 よくおしゃべりな、うん、そう、うまくおしゃべらせてくれる、うん、秀蔵君に、うん、そしたら天の声さんもね、ちょっと第3水曜日来るのもちょっと気が向くかもしれないいや多分ね、もうそれで実力をめきめきいくとね、ミュージックボックスが全部その子の番組になるかもしれない。あ、なるほどね、それもありですねそれでもいいやんな。いいですよ、うん、全然ありやと思います、うんうん、なんかもうあかんと思います私らしてたら若い才能を見つけ出していかないと、はい、じゃあそれに全力を注ぎましょう、はい、若い誰かを探します。 そうですね、それもこの、ね、妖怪地とかで、うん、近場で、うん、チャリでキューッと来れるようなね。そうですね、いいですよね、うん、キューキューって、うん、わ、なんかやらなんかが決まるとちょっと嬉しいですね頑張ります、はい、じゃあ今日の最後の曲なんですけれども、はい、前にも何回もかけてるんですけど、これすいません、この今年はデジタルギャンズシリーズで時間を取らせていただきまして本当に感謝申し上げます。幸せでございましたでこれも作ったのは、デジタルギャンズの新太くんが作詞はしています、はい、曲はこれは違います。はい、茜の歌っていう曲で滋賀のいろんなところの名前が出てくるんですけど、姉川っていうのも出てきて、今の季節にぴったりですね。秋が終わって冬が始まる前のちょっと物悲しいけど綺麗な滋賀の景色を歌ってる曲なんですけど、大河で今ね、石田三成やってますけど、この土曜日ちょうど姉川が出てきてた、姉川の合戦でした、浅井さんが出てきてましたね。でそれで今日これいいかなと思って選ばせていただきました、はい、今日最後はこの宮原春彦の茜の歌で終わりたいんですけど、 DJ っぽく言うたらどう言ったらいいんでしょうね。そうですね、もう入りましたか。はい、どうぞ入れ、はい、紹介してください。じゃあ紹介させていただきます。琵琶湖の綺麗な景色を歌いました。姉川の景色を浮かべながら聴いてください。宮原春彦で茜の歌。染まる心は幼い頃のまま、
み恋のぼり田園の風せみしぐれ落ち葉滝冬こだち雪解けを待つ息吹夕日浴びて染まる心は幼い頃のまま赤くきっとずっと変わらないだろう暮れる空にただ涙吹き寄せる思い出を姉川のせせらぎに流されて夕凪せつ